2対2同点から3回の裏に出ましたドラゴンズの選手会長チーム17年目の井上和樹。ダルビッシュのストレートを流し打ち、3対2またドラゴンズがリードを奪います。山田さん、はい、インサイドのストレートだったらという話でしたが結局外に行きましたね。外へね、このケースで、追い込んでおいてですね、そしてファーストが一つベースまだ空いているという状態で、やはりインサイド一番強いボールで厳しいところに行けるようなそういうこうカウントになったし、はい、そういうシチュエーションだったと思うんですよね。それやはりこうインサイドを避けてアウトコースでスッとストレートを持っていった、それも続きましたよねストレートね。それと木野さん、今一つ1点が入りましたが2点目を阻んだファイターズのこの外野陣ですね、この1点大きいでしょうね、はい、レフトの森本選手が非常にいいボールを返しましたね、うん、落ち着いて、今年ドラゴンズランナー2塁に置いて、はい、シングルヒットでセカンドランナーが帰れなかったっていうのは1回しかないんですよ、ほう1年間で100回近くチャンスがあって1回しかないんですよ、タッチアウトは。それぐらい日本ハムの外野の守備能力が高いということですね。岩本さん、はい、8番の金子選手会長、どうにかチャンス作ってほしいですね、はい、この金子が出てそして上位につなぐというのが、今日は指名打者制ではありませんので8番に入ってますけどもね、はい、日本ハムの下位打線から始まる攻撃っていうのも結構チャンスを作ってきたんですよね。そうですね、シーズン中ではね金子選手はその9番バッターというポジションをずっとやってましたんでね、はい、そこから塁に出てまた1番から好調の森本選手、田中健介選手とつないでいく役割もやってましたんで、はい、今日はちょっと打順が違いますけどね、はい、で今日はピッチャーのダルビッシュが打順に入ってますけれども、より全員一丸、はい、チーム一丸という気持ちが現れやすいかもしれませんね。北海道移転3年目見事チームを優勝に導きましたヒルマン監督です。チームをまとめたのは8番の選手会長金子。どうですか川上のボールは。山田さん、まだまだいい時の川上がやっぱり私の見てる川上の中にありますからね、そういう感じにはなかなか見えてこきませんね。ご覧の投球数ですから3対2とまだ点差はそう派手に動いてないんですが、何よりここまで4つの四死球というのが川上らしくありませんね。それと、シリーズというシリーズの第一戦ということもあるでしょうけども、投球数が多いですね。いつもの川上ならどんどん追い込んでいってスッと勝負してしまうというそういうタイプのピッチャーだと思うんですけども、一塁も右わずかに切れました。それと衣笠さん、はい、先ほどダルビッシュも同じことが言えたんですが、はい、また勝ち越してもらった直後のイニングですから。そうなんですね、だからちょっとこれ注目して見てるんですが、野球のその鉄則として点が入った次のイニングに取られるってのはもう最悪のパターンなんですね、勝ってる方からしたら、はい、点を取ったら取られるな、はい、スイングアウト、ハーフスイングです。8番の選手会長金子、インサイドのシュートボールでした。ゲームは現在4回の表、日本ハムファイターズの攻撃。今日はダルビッシュと川上の投手戦を予想していた我々ですが、いやいや試合は1点、序盤から点の取り合いになっています。伊藤さん、はい、どうぞ。一塁があるんですけどね、森コーチはね川上について実に厳しい表情ですね、調子は良くないという話をしてますね、はい、とにかくフォアボールを出さないことだと、先ほどの、ね、フォアボールの話がありましたが、フォアボールを出さないことだと、で点を取った後にすぐ取られました、その後に聞きましたんでね、この後はもうとにかく点を取ってくれるまで粘り強く投げてほしいという話をしていました、はい、今日は一塁側からは名古屋 CBC の角上誠二、そして三塁側からは北海道 HBC の山内陽一両アナウンサーがチームのレポートを入れてくれます。8番の金子、そして9番のダルビッシュと2アウトを取りました。まだそういえば川上三者凡退ってのはないですね、山田さん。まあないですよね、ここで森本を打ち取って試合を落ち着いたペースに戻すかどうか。でも木野川さん、はい、ここまでたった1時間半ぐらいですけれども、
まだ試合も3対2とまだまだ分からない状況なんですが、はいはい、なんかすごくいろんなことがあったような気がするんですね。いやなんかこう見ててちょっと疲れる試合ですね、どうなんだろうというその見方をしてると非常に気になりますよね、ショートゴロ名手井端、川上初めて三者凡退で打ち取りました。